スカフェ店イメージガールの加藤恵里奈です。さあ始まりました、オレンジミッション第12回目ということで、本日も素敵なゲストをお呼びしております。お願いいたします。お願いします。おはようございます。青山です。久しぶりです。なんか見えてないんですよ。そう、なんで控え室の方が見えてないんだろう。はい、青山亮さん2回目の登場ということで、番組内容は知ってると思うんですけども、はい、まずはこちらをご覧ください。この番組はオレンジ春日部店様から課せられるミッションで、私加藤恵里奈が一人前のイメージガールに成長していく様子を見つつ実践する番組。ミッションはゲストにくじを引いてもらい決定。3回連続でミッションを達成できればご褒美、ミッション失敗で罰ゲーム。罰ゲームはカード抽選にて決定します。2回目の登場ということで、はい、今回何回目？12回目です。ちょうど半々ぐらいじゃないですかね。それ覚えてないやつですよ。で今ちょうど3連敗中なんですよ、はい、ミッション3回失敗してるんで、今日こそは頑張っていきたいなと思っておりますので、はい、早速くじを引いていただきたいと思います。はい、今日こそは、何引いてほしい？勝てた。それが一番甘いの？いや、多分一番甘いのがそれで、まだ結構いろいろ入ってるんで。今までで一番きつかったのは覚えてる？プレミア、何枚以上プレミアだと思ってた？何枚以上プラスアルファプレミアを出す。前回一緒の時プラスです。だってなんか出てた気がするんだけど、そのせいかな。多分その時は達成できた。できた気がする。じゃあ行きます。ご紹介お願いします。はい。はい、真上にあったの。開けます。はい、お願いします。あ、こちらでございます。おお。おお、立てた。皆さんやりました。やったー。ギャラリーを多いですね。すごい恥ずかしい。これクリアできなかったらもう何もクリアできないと思って。じゃあ今日はもう勝ちにこだわって。これ罰ゲームあるんですか？はい、あります。あれがいいな。ギャラリーでは男性の方が多いので ね、 そうですね、みんなが喜ぶような罰ゲームがいいですね。せっかくね。いや今日はでもさすがに達成すると思うんで、今日はさすがにね。これはダメだったらもう、皆さんを喜ばせるような何かをね、考えていただけたらなと。じゃあ多分最後までいてくれるんで。そうですね。あ、いや、こいつできないぞみたいな。全員負けろって言います。このくらい応援してください。はい、ということで勝利目指して頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。いろいろそれをちょっとずつ説明しながらやっていきたいと思います。これが MB ですね。で3ゲームの ベルが今回はついてくるっていうことなんで、あ、オグル、別にそんなにあれか。オグルとバトロはいつものところっぽいですね。あ、スイカですね。あれですけど、斜めの弱スイカだったのかな。で、今回北斗カウンターが今までずっと32ゲームだった
ナナだったかな、クローバーだったかな、あ、クローバー遅めだ、クローバー遅めなんで、キナナが上段に止まったらクローバーを遅めに、あ、早めに押しちゃったわ難しいな、適当押しでいいのかな、いや適当押しじゃダメだね、クローバー遅めかキナナ早めだから、キナナ早めの方に狙ってやろうかな、静か
その程度の力で強く敵だ。頑張って、はい、次こそは勝てるように頑張りたい。